このゲーム最終期の、あの要は決勝戦ミラーグのパーティー、これおい勘弁してくれよ。にゃっ、おい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 、どこ行ったの。いやー、やっぱいなくなりそうねえねえ、ほんとに待って、まだ勝ち筋折り合せてない。ここからなんかもうこれ逆転する。行くぜ勇者王者の一戦。まあでも悪くない、王者の一戦で麻痺効果もあるから悪くないんかな。機械でもうクソほど見たでしょう。優勝者、準優勝者、そして3位下3位下16名全部これだったというね、地獄の大会もありました。やってきましたバトルマスタースターフライヤー、そしてナイトリッチデンタサウルス。もうこのね、圧倒的パーティー、このパーティーを倒すチームは果たして現れるのか。やっていきましょう。まずは1戦目ね、このデンタリッチの強さをね、証明する戦いにちょうどいいレベルの、なんて言い方だ何が強いかって言いますと、もう動画でも何回か紹介してると言えば紹介してるんですけど、このパーティーね、大体全部 A でなんとかなります。大体このチーム大体全部 A でなんとかなります。でね、挑戦者のチームもね、すべて私がもうラジコン操作ができないんで、もう自分が勝手に選んじゃうんで、そう、それがね、ちょっとそれは違うよティラって言われるかもしれないけど、それご了承いただきたい。さあ、まずね、バトルマスターデンタサウルスナイトリッチを倒すチームが現れるか。まずデンタクルが弱いさあ、このスターフレアですよ。問題はこのバトルマスターのスターフレアが強いんだ。さあ、これがまず162、そんなに食らってない。おっとおっとおっと、162そこまで効いてねえぞ。これはできるだけこの3体の呼吸をできるだけ軽減できる。おーはいああおっとこれは痛い、これは痛い。スーターフレアの痛恨的が出てきてしまった。さあ暗黒ゾーン、これゴルゴレにいっちゃうぞ。さあゴールデンゴーレも暗黒弱点により暗黒ゾーンがかなりのダメージを受けることになりました。そうゴールデンゴーレも打撃に弱くね、さらに、ま、暗黒にもやいというぐらいでね、ナイトリッチ、暗黒のプロであるナイトリッチにはかなり厳しい戦いを強いられるのではないでしょうか。さあ、こちらが返すか、鋼の牙で返すか、回収率は高い。おっと、全然効いてない。何が問題かというと、このパーティー尋常じゃないぐらい硬いんですよね。さあ、ここで流星山が、ね、流星山といい、王者の一戦といい、麻痺にかけるという戦法も取れなくはない。意外といい勝負してます。意外といい勝負をしております。一旦目ね、お互いまずはね、様子見という感じで、お互い1000ぐらい与えたっていう、いい感じのバトルですね。意外とあるんじゃないですか。しかしこのね、デンタリッチパーティーというのは非常に安定性が高く、大体の攻撃に対して硬いんですよね。デンタサウルスとナイトリッチっていうのは全ての属性に強いみたいなとこありますから。全ての属性に強いというのは、あっとなんだか今日は張り切っております。スターフレア、非常に高い回心度を誇っております。そうコメント欄で出てる通りですね、なぜか出てよく出るよね、スターフレアの会心率、そしてね暗黒ゾーンのバシルーラ、そしてデンタサウルスのね硬さといい麻痺といいね、もう嫌なことしかない。これはもうみんなが使ってもおかしくないですよ。さあ流星山でね、できればね麻痺を狙いたいところ。麻痺を1体するだけもなかなかでかい。さあ流星山、あっちょっと待って、手が滑った今の手滑った。さあこのねデンタサウルスはねそこまで火力はないんですよね。そこに立っていることがお仕事というレベルなんですが、ちょっと待って、打撃弱点だこいつしかしゴールデンゴレム打撃弱点だいぶ食らいます。さあ暗黒ゾーンが大体ゴールデンゴレム、このあやばい、これ飛んだ、飛んじゃった、ああ絶望的だこれ、絶望的です。早くももう絶望的になりました。早くも絶望的となっておりますこの戦いこの戦い少々もう絶望的となっております。バシルラ効果でゴールデンゴレムどこかに行ってしまいましたこの何が問題かというと、バトルマスターやナイトリッチは基本的になんと、うわもうダメだこれちょっと待ってくれ、このバトルマスターデンタサウルスは
あ、デッドゾーンさんはそこまでじゃないですけど、暗黒ゾーンとスターフレアっていうのは基本的に弱い相手を狙うんですよね。まあこれが判断力っていうやつなんですけど、判断力が高いのでバシルドラで飛んだのに、そのバシルドラがあまり活かせないんですよ。なので、まあ、このターン、バシルドラで、じゃあ、食らわないんじゃねと思う方も多いんですけど、残念ながら、ナイトウィッチたちは賢いんで、あ、今戻っちゃった。ここで戻んのは痛いぞ。これ戻んの痛いですよ、ここで。何が問題かって言いますと、ゴールデンゴーレムがここに帰ってしまったということは、ここで返しなさい返せあれダメだダメだあ、ダメだあ、ダメだここ暗黒ゾーンが多分大体ゴールデンゴーレムだと思います。ナイトウィッチは賢いんで、やっぱり。悪夢再び。悪夢です。これはもう悪夢という以外何があるんでしょう。これは悪夢以外何があるんでしょうか。はい。ね、メタルドーゴもゴールデンゴーレムも弱いわけじゃないんですよ。はい。デンタザラスとナイトウィッチがね、この硬さも証明でき、ね、いかに安定したかをね、証明できた試合でした。うん。これが普通です さあ次なるパーティーは勇者真竜の剣を持ちました。真竜の剣ね、勇者のみが装備できる攻撃力の高い装備となっております。真竜の剣、玉かける竜の剣技でどこまでね火力が出せるか期待です。さあ元はオーシャンクロード人食いサーベルね、どちらもね氷の乱舞仲間を呼ぶ、ともどもに会心図が高く、さらに相手を止めることもできるので、もしかしたらある、もしかしたらある、もしかしたらあるけど、竜の剣技を背負い、いざ1ターン目に来ますよ。指定されたスペシャルカード、これ間に合わねえな。逃げ位置遅れ、よし了解、逃げ位置遅れ了解。さあまずはね、指定されたスペシャルカードを使っていきたいと思います。さあ、バーバラスパッツ出てきましたよ。このグリーンガムの鞭はね、敵を時々行動不能にするというね、特殊なスペシャルカードになっております。さあ、おっと、ここで全然、おっと、全体吹いていく。さあ、このファイナルブローで相手の勇気を減らすことも可能さ。アドが取れるぞ、アドが取れるか、アドを取るのか。なんだ、なんだ、これなんだこれ。さあこの急にチャンスが出てきた、急にチャンスが出てきました。なんとグリーンカムのうち全員止めるという奇跡の一手なんだこれ、嘘だろこれはもう切断者ですよ、これはもう電プチですよ、これはもう 台の電源をプチッとする人がね、わ、おっと回転のアリアットいく、これはまさか、これはまさかあるのではないか、この回転のアリアット、まさかまさかこの回転のアリアット、なんだこのゲームは、なんだこのゲームは、ちょっと待ってくれ、なんだこのゲームは、なんだこのゲーム、あれなんだこのゲーム、え、なんだこのゲーム、おっと動けないチームレルブルー。さあこの1ターン目グリーンガムの地がかなり理想的な動きをしました。こんな理想的な動きは初めてですけどね、私ミンのさあ圧倒的アドを取っております。今天かける竜の剣技の威力が高いおかげでね、ナイトウィッチの打撃対象を貫通して230ね与えております。おっとっとっと、これはなかなかの案件ですよこれ案件入ってますね。さあこの人食いサーベルとオーシャンクロゲ、このねグリーンガムをどこまで逃げに使えるかですよね。このね2ターンのアドはでかいですよ。さあ氷のランプがね、これ大体デンタソースに行くんじゃないか、そうですね、にデンタザウルスがなんとか効くという感じですが、さあここから来るぞ、悪夢が来ます。ここから悪夢がやってくる。ここが勝負の分かれ目か、ここが勝負の分かれ目と言ってもおかしくはない。だからただこれはもしかしたら本当にある、このままいけばつばぜり合い今回不可っていう特殊なルールを設けてるから、これ本当にあるよ、勇気逃げが可能かもしれないですね。2ターン分止めてるみたいなもんですからね、はい、その2ターン分止められてるにもかかわらずね、返そうとしてるこのチームは何なんでしょうかねオーシャンクローがバカすか食らうんだこれオーシャンクロー大丈夫か。さあこのまま逃げ切ることも可能ではあるのではないか。
アムかける会心出すか出さないって。さあ、わからなくなってきたぞ。おっ、来たこれはでかい。これはアドだ。これは完全にアドだ。アド出てる。アドが出てるぞ。アドが出てる。あははははこれは取れ高か。これは取れ高か。すげえ取れ高出てる。なんだこれ。え、なにこれ。はあ、こんなことあんだね。これはすごいことになってるぞ。なかなかにすごいぞ。はあ、このまま決着つくでしょこれ。これはもう大会優勝か。おい、さあこのスペシャルカード誘惑の家全員止まらない限りはもう負けですよ。誘惑の出れが効くのか。あらだあ、でもよく主人公が食らわなかったもんだ。よく主人公食らえませんでした。これアマかけるが溜まって終わりじゃないですか。おい嘘だこのゲーム。2戦目にしてデンタリッチが勝った。終わったナイス。勝負あり。すげー